どうぞ。それでは続きまして、事業番号9、障害者施設等整備費助成について作業に入ります。事業概要についてご説明をいただきます。10分程度で、簡潔にご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。冒頭に先にしまして、紹介をさせていただきます。私は障害者支援者の大塚でございます。で、私が、説明員の障害者政策課長の大野でございます。その隣がですね、施設班長の、大石でございます。その隣が、政策班長の、鈴木でございます。よろしくお願いいたします。それからですね、先ほどもありましたけれども、本来ですと、こうしたところにはですね、手話通訳なり、あるいは予約機という、そういった方を、ね、用意しておくというのが、本来でございますが、大変、それにつきましては、申し訳ございません。今回はなしということで、また、今後の検討をさせていただきたいと思います。はい、それでは障害者政策課長、大野でございます。事業の概要について、説明させていただきます。資料の82ページをご覧いただきたいと思います。事業番号9、障害者施設等整備費助成でございます。この事業は、昭和61年度から始まっております、国庫補助事業でございます。障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らせることができるよう、地域において住まいの場、それとか日中活動の場、こういった障害福祉サービスを提供するための施設を整備する、そういった社会福祉法人などに、その費用の一部を助成するといった制度でございます。事業の内容についてご説明申し上げます。84ページをご覧いただきたいと思います。まず、障害のある方の現状でございますけれども、先ほど申し上げましたように、本県では19万人、年々増加しているという状況にございます。この事業では、これまで、どちらかといえば、入所施設を中心に、施設を整備してまいりましたけれども、平成18年度、障害者自立支援法が成立いたしまして、入所施設からなるべく地域への移行を目指そうと、そういった方針が示されましたことから、グループホームなどの地域での住まいの場や、それとかデイサービス、生活介護で言いますけれども、そういったもの、日中生活活動を支援するもの、そういったものなどの地域生活を支援するサービス体系に整備の重点が最近は移ってきております。しかし、入所施設につきましても、依然として希望者は多くございます。グループホーム等のバックアップ施設としても重要でございますので、新たに作るということはないですけれども、耐震化、老朽化への対応を図ってまいりたいと考えております。次に、補助対象、補助率などの事業の仕組みでございます。まず、事業の対象となる施設をご紹介申し上げます。87ページをご開きいただきたいと思います。表に記載の施設たくさんございますけれども整備する場合に補助対象となります。しかし既存のストック例えば空き教室で空き部屋であるとかマンションであるとかそういった既存施設を利用する場合もございますのでこれらの施設の全ての整備がこの施設整備の補助事業により行われるというものではございます。やはり比較的事業費のかさむ大型の施設がこの事業により整備されることになります。具体的には、
日中活動系といたしましては、入浴とか食事などのデイサービスを行う生活介護事業1番でございますが、それとか3番、4番に書きましたけれども、就労移行を支援する就労移行支援事業など、また居住系、住まいの場といたしましては、主に夜間の住まいの場を提供します共同生活介護事業所、これはよくケアホームというような形で、言われてますので、これからケアホームと言わせていただきますけれども、それともう一つグループホーム生活共同生活援助事業所、こういったものがございます。でこの違いは比較的軽度な方がグループホーム、それと介護が必要な方についてはケアホームと、こういうような仕分けになっております。その他障害児関係として、児童発達支援センター、こういったものが整備の対象となります。84ページに戻りたいと思います。補助率等の事業のスキームでございます。表に記載の通り、創設施設の創設改築、それとか、2番目になりますけれども、中所施設通所施設の耐震化、こういったものが国庫補助金、そしてまた大規模修繕については地域自主戦略交付金というような区分けがございますが、これはあくまでも財源の違いだけでございまして、仕組みは両方とも同じで、そこに書きましたように補助率といたしましては施設の種類や定員によって定められております補助基準額というものに対して国が1/4、県が1/2、残りを法人が負担するというような形になります。次に85ページ3、整備の施設整備の考え方についてご説明申し上げます。施設の創設は障害のある方のニーズに基づいて積み上げて策定いたしました富士の国障害者プラン21、これ具体的には括弧3に記載してございますが、今後3年間の基盤整備計画になりますけれども、これに基づきまして、障害保険福祉権益保護の整備率を勘案しつつ、地域バランスにも考慮した上で均衡ある整備を進めていくことを考えております。また先ほど来申し上げましたように地域生活を支援するためのに必要な日中活動系のサービス、それとかグループホームなどの居住系サービス、これらに重点において整備を進めていくことを考えております。なお先ほど申し上げましたように、既存施設を利用する設置もございますので、この整備計画のすべてが今回の仕分けの対象となっております事業の対象となるというものではございます。これまでの事業実績についてご説明申し上げます。その下になりますけれども、平成22、23、24の実績でございます。この3年間で表に記載の通り、22年度は2施設55人分、23年度は4施設125人分、24年度、これはまだ国内地まだ作って、これから作るというものでございますけれども、7施設138人分を整備する予定でございます。86ページ次のページの基盤整備丸2カットの基盤整備の実績をご覧いただきたいと思います。平成21年度から3カ年の実績でございます。日中活動系のサービスの合計欄でございますけれども、計画の36に対しまして、実績が198と大幅に伸びております。これにつきましては、実は実際の整備というよりも、実は障害者自立支援法が平成18年にできましたけれども、その完全移行が実はこの4月でございました。それまでは自立支援法以外、つまり休法施設というんです、休法施設と新法施設が共存していたと。で、この4月から休法施設が全て新法に移行したということで、既存施設の休法施設が新たに指定されたために大きな数字の伸びになっているものでございます。また居住系サービスにつきましては、ご覧の通り着実に伸びてきておりますが、伸びてきております。まあ、これら先ほど申し上げましたように、基盤整備の実績といたしまして、この事業の実績が全てというわけではございませんので、ご留意いただきたいと思います。次に、括弧3、サービス提供量で見てみたいと思います。生活介護では達成率 86.7%、
就労継続支援では 92.2%、 100% には達してございませんけれども、平均をいたしますとおおむね 95% ということで、一応目標を達しているというふうに考えております。またグループホームなどの居住権につきましては 100% を超える成果を上げております。戻りますが、82ページをご覧いただきたいと思います。事業の必要性でございます。事業を廃止した場合、施設整備費用が全額法人負担になります。そうしますと、やはり施設整備は進んで回らないと、したがってニーズを満たすことができないと考えております。また一方で老朽化施設の改修も進みませんので、利用者の安全性、そういったものにも困難が生じると考えております。これまでの改善見直しの状況でございますが、グループホーム、ケアホームの整備、これは実は昨年度まで県単でやっておりました、県単独事業でやっておりましたけれども、今年度から国庫整備、国庫補助金が活用できることになりましたので、この事業に統合することによりまして、物整備の簡素化、それと、検査室の削減、こういったものが図られております。それでは次の、2の事業費、人件費でございますけれども、事業費は国の出金と県の一般財源、これを合わせたものになります。それとさらに 0.6 リンクの人件費を超えているものが総コストになると考えております。この総コストを次のところですけれども、補助件数で割った単位当たりコストが、そこに記載の通り、平成22年度1億、23年度が6800万、24年度の見込みが7500万というふうにばらつきが生じていますが、これは、毎年度施設整備する施設種別が異なるというようなことから、ばらつきが生じてございます。次に生活費用でございますけれども、これも先ほど、ご議論をいただきました、自分の住んでいる町が障害者にとって安心して暮らせるところかと。いう同じ指標を使ってございます。成果目標を補完する指標といたしましては、障害者施設の促進ということで、創設改築、在庫修繕、こういったものの件数を挙げてございます。もう一つ、グループホーム、ケアホームの整備の箇所数、これを成果指標を支える指標としてございます。最後になりますが、自己評価でございます。今申し上げましたように、総合計画の主な取り組みに掲げました指標を達成することができておりますので、今後も引き続き計画的に施設を整備してまいりたいと考えています。また、コスト削減につきましても、利用者の視点で設備等の必要性を吟味いたしまして、それとともに事業主体、つまり法人になりますけれども、競争入札を義務付けるなど、コスト削減に努めていきたいと思います。最後に、今後の方向性や改善、課題でございますけれども、国庫補助事業、国庫補助制度ということでございまして、なかなか県独自の改善は難しいところがございます。また、国の予算に左右される面が大きいので、今後とも限りある予算の中で、緊急性、必要性を見極め、計画的に施設の整備を図ってまいりたいと考えております。実は昨日も、沼津の特別支援学校の保護者の皆さんから要望書を頂戴いたしました。内容は静岡の田畑地区にはまだまだ利用できる通所施設が少ない、また特殊の高等部を卒業すると行き先にみんな心配だと、さらに私たちが年老いた時にやはり入所施設も欲しいというような要望をいただきました。実は私も、知的障害児を持つ旅行を持つ親として、やはりこういう施設整備が必要だというふうに痛感しております。すみません、長くなりましたけれども説明は以上です。よろしくお願いします。はい、ご説明ありがとうございました。最後に今後の、説明の最後に今後の方向性のお話、いただきましたけど、そこの関連性ちょっとお聞きしたいんですけども、85ページにある今後の3年間の基盤整備計画は、必ずしも全てが国庫補助、当該事業の、補助の対象ではないよという、こういう前提ではありましたけれども、かなり今後もですね、かなりのペースで整備が必要だというふうな計画をお持ちなんですけど、今年は、どういう非常にうまく国庫がこれだけの施設分確保できたということですけど、今後ですね、
例えばここにある今後当面の3年間にしても今年並みに国庫が確保できて今年度くらいのペースで整備ができるというふうに見込んでいらっしゃるのか。厚生労働省の方の概算要求が出ておりまして、概算要求では、昨年プラスちょっと多いねと、大体 230% 程度の概算要求をされております。まあ、それが実際、成立するかどうかという問題はございますけれども、まあ、去年並み以上に、じゃないかなというふうに考えています。はい、わかりました。それでは、専門委員の皆様から、ご質問ご意見等いただきたいと思います。よろしくお願いします。すみません、83ページの、成果目標を補完する記号の中でちょっとお聞きしたいんですけれども、これ25年の目標が2箇所、はい、それで、22年の実績が2箇所で23年のが4、24年の見込みが3ということはもう目標がでもう22年度の時点で達成しちゃってるっていうことなんでしょうか。申し訳ございません。これは平成25年度の目標ということで毎年度この数字を立てております。したがって22も目標があります。23もということで累計ではございません。累計、毎年に2個ずつ程度っていうことですか。はい、じゃあ下も同じで毎年5箇所程度ということですか。この施設を設置する許可ですけども、これは知事さんですか。この県によっては条例で市長に委任しているところもありますけども、この私の千葉県なんかはそうなんですが、知事さんなんですかね、静岡県。はい、施設の許可というよりも、サービスを提供する事業所として指定する。いう形になろうかと思いますけど、これは県です。そうすると全部こう全県一律の基準でやるわけですよね。でこれこう地域によって目的にあるようにね、住み慣れた地域で安心して暮らすっていうことを考えると、地域に応じて、まあ、全然変わるってことはもちろんありませんが、いろんな工夫があるように思うのですが、まあ、ちょっとあんまり抽象的な話だと聞いてる方にも分かりにくいんで、千葉県の話あんまりしたってしょうがないんですが、ちょっとだけ例に出すとね、例えば私の市でこんなことがありました。特別養護老人ホームの敷地の中にグループホームを、ケアホームですね、ケアホームを作ろうとしたら、県の基準で、その時はまだ知事の権限でしたので、特別養護老人ホームの敷地の中には作ってはいけないという基準だったんですね。でなぜかというと、特別養護老人ホームは町の外にある、郊外にあることが多い。ケアホームは町の中に作りたいから、特養の中には作ったらいけないという基準にしてますという県の説明だったんです。ところが、私の市は町の中に特別養護老人ホームがあって、町のど真ん中に。町の中に作りたいから特別養護老人ホームの敷地の一部を確保してケアホームを作ろうとしたんですね。で独自に確保すると郊外になるんですよ。逆の話なんですよね。それを説明したんだけども、全県で見ると多くは郊外にあるから郊外に行っちゃうのを認めないといけないんでダメだって話です。やっぱり地域ごとに判断する必要があるよなっていうことで、それをきっかけに一つしながら市長に委任したんですね。だちょっと同じことがあるって言ってるわけではありませんが、そう地域ごとのこう状況を見ながらその内容も判断していくっていうことが必要な場合あるようと思うんですが、そういう対応はどうされてるんでしょうか。委員おっしゃる通りだと思います。やはり、地域主権の時代でございますので、地域がこうした提供していくっていうのがやはり理想だと思います。ただこの補助事業を使う場合にはやはり基準というものが、国が定めた基準というものがございますので、その基準に従って整備をした場合に補助金を取り、こういうような仕組みになっています。だから
所以外は一切何も県はつけませんという理解でいいです、はい、県の上乗せ助成のことになりますでしょうか。私たちのところは、基本的には国の制度を基本的に活用していくというような方針で整備を進めておりますが、まあ、いろんな制度改正とか状況の変化によって真に本当に必要なものについてはその都度国に対して要望していったりとか、必要があれば緊急性があれば検討を上乗せを調整をしていくというようなことも考えております。ちなみにグループホームケアホームの整備については今年度から実は国補助事業を開始すると先ほど申し上げましたけれども、それまでは補助制度が十分じゃなかったために県で単独で暮らし助成をして整備を進めていたということもございますので、ケースバイケースで県単独の上乗せも検討してまいりたいと思います。ちょっと関連するのかもわからないんですけども、これ評価者や傍聴者やネット中継をご覧になっている方にうまくわかるか伝わるかどうかっていうのは難しいと思うんですけど、整備費を助成するというスキームなんですけど、一方で県としてこれだけの施設数が必要なんですよという目標があるわけなんですね。そして地域間にエリア間に格差がないようにバランスよく立地が欲しいというこういう考え方もお持ちですよね。ところがこれ設置者は社会福祉法人ですよね。県が、主体的にここの場所に、こういう公共施設を整備するんだっていうの話と違って、ここに欲しいけどやる人がいるかどうかってこれ話はまた別の話で、これは例えば県が積極的にここのエリアにこういう例えばグループホームならグループホーム、ケアホームならケアホームがここのエリアに欲しいから地域の社福にあなたたちここにこういうことをやってくれませんかっていうようなアクションを起こしているのか、あるいは、計画は計画で持っているけど実際は、地元から地域から手が上がってくるのを待ってらっしゃるのか、これはどういう対応を取ってらっしゃるか。はい、まず大前提といたしまして、この、基盤整備計画がございますけれども、この基盤整備計画は、市町市長の皆様がその市町にお住まいの障害のある方の個々のニーズ、まあ、人を追って、この人にはこういうものが必要だろう、じゃあこういう施設が必要だねっていうようなものを積み上げて、市町で計画を作っております。で、そうしますとやはりこうばらつきが出ますので、県としてはその次のステップで健康福祉センター単位に県域で調整を行うというようなことをしております。でさらに、施設整備基本的な考え方として、例えば重症心身障害児の方の通所施設であるとか、発達障害児の方の施設であるとか、本当に今県がというか県民の皆さんが求めている施設、これについては、市町にそして法人に、ぜひこういう地域でこういうのが欲しいよねっていうような働きかけをする。ただ何分実際するのは法人ということで、市町と協力して法人さんにお願いするというようなスキームになろうと思います。そこで次のステップの話として、今日午前中物流関係のね、企業の誘致の話もちょっと出たんですけど、民間企業を誘致する場合には最終的に事業がうまくいけばあなたたち儲かりますよと、そういうインセンティブがあるわけなんですけども、こうした施設の場合には設置をしてもそんなに儲かるわけじゃない、場合によっては非常に厳しい状況になるというケースもまあまああると。この中でこの事業ではないにしても建設をして運営をしていただいた法人にはランニングコストとして何らかの支援をしますよとか、あるいはこの4分の1の法人負担の改定金の償還に何らかの支援をするとか、ランニングコストに別スキームで支援をするというような、仕組みはあるんですか。はい、ございます。まず、じゃあ84ページの一番下の表をちょっとご覧いただきたいと思います。法人負担でございますが、この法人負担、まず建設にあたって法人の負担を軽減をしてあげたいと
ということで、この法人が、実は社会福祉医療機構という機構があるんですけれども、財団があるんですけれども、そこから借りれる、借金、元金のみのうち、でさらには利子の 1% を超える部分、これについて助成を県独自で助成をしております。それ以外にも県ではございませんけれども、当然市町も法人の皆さんと一緒に協力して作りたいと、それは地域の障害のある皆さんの声が大きいということもありますので、当然のことながら市町もここの法人負担分について一定の割合で補助を出すと、ランニングコストを補助するところもございますし、それは市町によっては様々でございますけれども、本当に必要な施設はそういった形でこれ以外のところでも支援するというふうにしております。施設はね、やっぱりあって、そこで人が集まってきて、やはりそこが拠点になるので非常に重要なところだと思うんですね。で、ここの85ページに、それぞれの整備の、箇所数がこう入っているんですが、事前にいただいたこの、富士の国障害プラン21の 中に、それぞれの、箇所数が、どこの地域にあるのかというのをいただいているものですが、皆さん他の役員の方、県民評価員の方は持ってらっしゃらないので、ちょっと言葉で説明させていただきますけどね。例えばこの85ページの箇所数を見ると、なんとなく県の あちらこちらにこう散らばれて配置できているのかなというふうに思われるような数なんですが、実は例えば、短期入所なんかは24年、25年、26年、それぞれに、防ぎ出されるよ、なんでしょうかね、計画で16箇所になっているんですが、ほぼ、富士、静岡、志田なんですよね、3年とも。そうすると他のところには実はゼロでして、で、またこのゼロっていう自立訓練なんかのものとか生活、訓練なんかは、自立訓練は県内ゼロなんですけれども、生活訓練に関しては西部系が強いというか、西部が中等園、この4の数のほとんどが西部と中等園でなると、非常にその県内の中でこう満遍なくっていうような形にはならない。で、今のご説明でも基本的には民間がやることになるので、そういうコントロールができないからこうなっちゃったではなくて、なんとかそれを県がある意味、入ることによって、コントロールして、その先ほどあるように同じサービスがどこの地域にいても受けられるっていう環境を整えるために、じゃあどうしていこうかっていう議論をしていかないと、ある意味、その施設が集中できる地域に住んでいると安心なんだけども、そうじゃない地域だとえらい不安っていうことになりかねますので、それについてはどうお考えでしょうか。まずこの計画は、先ほど申し上げましたように、市町の皆さんが個々の障害のある方のニーズを一人一人把握して作っているとこういうふうな格好になっていますので、極端極論を言ってしまえば、ここに上がってない市町は今はこの3年間では必要としているというふうに判断しています。で、もともと、この施設というのは偏在をやはりしていました。以前はやはり法人主体で作っておりましたので、伝統のある法人がある政府であるとか東部地区であるとか、こういったところはやはり、施設サービス事業所はもともと多くございます。そうじゃないところが今一生懸命頑張ってくれているというふうに私は考えておりますし、もう一つのお答えといたしまして、やはり市町だけではできない、市町だけ市町法人さんに任せておくと、やはり、今ある人材をそのまま逃してしまうようなことにもなりかねないので、やはりそういったことはできないと思いますので、前回の事業の仕上げでも局長から申し上げましたように、地域自立支援協議会、そういったその上に県の自立支援協議会、そういったものがございますので、そういった中で、人材を促
すような方法を取っていきたいというふうに思っています。具体的な、もう少し具体的にその偏在をですね、解消するとか、まあ、解消するって言い方が良くないのかも、偏在が起こらないようにする努力というのは、その協議会に投げかける以外にもう少しこの具体的な積極的活動というか動きというのはご説明いただければと思うんですけど。はい、実は先ほど来申し上げました、成果指標の話をちょっと戻りたいんですけども、こちらも先ほどの、1番の地域生活支援事業と同じように、5年に一度のアンケートをもとにこの成果指標の達成度合いを測るという理解でよろしいでしょうかね。はい、そうしますと先ほど来お話しいただいていますその市町においてはその住民である障害のある方一人一人のニーズを、まあ、こと細かに調べられているということなのでかなりそういった意味ではその個々の方の情報を市町は持っていらっしゃると、まあ、つまり密な連絡を受けているといいますか把握できているということを踏まえますとそのアンケートみたいなものですね市町にやってもらった方がよりその障害のある方のニーズに取れるのかなと思うんですけどそのあたりいかがでしょうか。やはり県の施策を決める上では全県的に網羅的に偏在しないようなアンケートを取りたいというふうに考えておりますので、県でやはりアンケートを取ろうと思います。で当然のことながら市町の皆さんは、障害福祉サービスこの方にはこの障害福祉サービスを使ってもらおうというような給付の決定ということですので、その際にはもういろんなご意見ご要望などを市町の皆さんは行っております。それらにつきましては私たちを経由してしておりますので、まあ、アンケート自体については障害者計画を作るアンケート自体についてはやはり県全域で自主的に実行したいと思います。そうしますと短期的なそのいわゆる事業の見直しとか次年度の事業策定においてはアンケート以外の方法でちゃんと BDC へ回しているという理解でよろしいでしょうか。それご説明ですけども先ほどアンケート調査の期間についてはですね県ではいわゆる中長期的な県全体の障害者に対する施策ですねこれが障害者計画でこれは国の障害者基本法に基づいて各県で作ることが義務付けられているこの場合 その障害者計画というのはですねいろいろなその今回の福祉サービスだけでなくてもっと障害の全体のですね分野、各分野、例えば、そのバリアフリーのような、まあ、建物に通すとか、道路の整備とか、あるいは公共施設で、例えば、駅のエレベーターを、ね、あるいはその、選挙をするときに、その障害のある方でも投票しやすいように、例えば、展示の、候補者とか、あるいは、手話通訳によるその、候補の、選挙演説とかですね、いろいろなそういう分野、各分野。そういった各分野にまたがっていることについての計画が社計画、まあ、そのために、まあ、いろんな障害当事者の方のご意見も伺いながら作っていくと、まあ、そういう計画で今先ほど出てきているそういう福祉サービスっていうのも本当に身近なところのサービスこれはやはり市や町が一義的に、まあ、やっていくという中で、そういう中ではやはり障害当事者の声を十分に聞くという意味でそれはもう毎年3年に1回この障害福祉計画を作りますけれどもそういった障害福祉サービスについてきめ細かくその場合には、まあ、サービス料というのを示すためにそこのところは、ちゃんと聞きながらですね市や町でそれぞれ計画を立てていくというそういう、まあ、日本立てというかちょっと中身がちょっと違うということでアンケート調査については全県でやるということです。政策施策がアンケートで事務事業の見直しがいわゆる市町の意見を反映するということでよろしいでしょうかね。はい、アンケートの中身にもよるんですが成果指標のところで今の話ですけれども居住権のサービスの成果指標って自分で住んでる町が安心して暮らせる町かという前に自分が住みたいと思う町に住んでるかっていうのがまずあるようなんですよね。
親と暮らしているときは地域の人たちがいろんな協力してくれて、なんとか就業を確保した。で、親が亡くなっちゃったら他の市の入所施設に入るということをまだまだ現実ないとも言えないので、だから、そういうこう、まあ、別に住みずっと住んでた町に住むってことに固定しなくていいと思いますが、他の町に住みたければ移動するんで、だからそういう意味でもうそれも含めて住みたいというところに住むことができているかみたいな、そういう方がなんか居住系の成果指標にはまずなるようにも思うのですが、アンケートの中にはそういう項目というのはないんですよね。お願いいたします。今年度行いました調査では、今その方がどこにお住まいになっているのかということを聞いておりまして、その中で、将来的にはじゃあどういうところ、どこに住みたいか、エリアとしての何々市ということではございませんけれども、例えば入所施設の方については将来的には例えばじゃあご自宅で過ごしたいのか、将来的にご自宅に帰りたいか、それかグループホームですとかそういうところに入りたいかですとか、今後どのようなところに住みたいかという項目はアンケートで今回新たに加えてございます。で、将来的にその地域以降ですね、地域で生活したいと考えていらっしゃる方がどの程度いるかという目安といいますか、その傾向を把握するためのことは可能かと思います。私が今申し上げたことを言い方変えれば、その希望がどのぐらい実現するかというのが成果指標になりますよねという話なんです。評価者の皆様におかれましては、評価シートの方にご記入をお進めいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。先ほど、昨日その館内の方、パナタの方からの要請があったというお話を伺ったんですが、実際、今度こういうところを作ってください、こういうふうなものが必要ですって言われたときに、どのぐらいの期間でその施設ができるのかっていうのは、いろんな条件を考えられて、いろんな必要条件があるかと思うんですが、その辺を教えていただけますか。的に2年ぐらいはかかったと思います。と言いますのは、まず土地を確保してすると、やはり市町の協力を得ていただく。で、それをこういう施設を作りたいのという申請を市町、県の方に挙げていただいて、県はそれを国に対して補助金を請求していくというような流れになってきますので、でさらに1年ぐらいは建設がかかるということで、大体おおむね2年から2年半ぐらいかかるんじゃないかなと思います。そうしますとね、例えば待機をしている児童というか待機をしている方たちっていうのも生まれているあるんじゃないですか。待機をされている方はおります。で、そのためにもやはり施設の対応が早くされていけないねということで、市の保護者さんと一緒になって施設も作っているというふうに考えております。そのための事業、もし待機人数について人数が把握ができていれば、ちょっと加えていただきたいんですけど、はい、まず待機という考え方にしますと、入所施設にお待ちになっていらっしゃるというような感じでよろしいと思います。はい、はい、この4月1日現在で、施設に入りたいとおっしゃってらっしゃる方が632名という数字があります。ただこの数字は、1人の方が5施設まで希望を出せるということで、実数はもっと非常に少ない数字で、例えば単純に5で割ったとしても100人でいるような形になります。でその中にも実はもう施設に入っているんだけど違う施設に行きたいというような方もこの中に入っておりますので、実際の実はそんなにこう今実は地域移行福祉施設から地域移行に進み目指していこうということでグループホームとかペンとか作っておりますので、
較的その入所施設への希望者というのは少ない状況になっています。はい、追加でその日中 の, その仕事とか活動する場がないっていう方はいらっしゃる、そういう意味では、まあ、待機とは言わないと、待機、そういった意味での待機者リストは作ってないわけですけど、日中活動の場合は、あ、入所施設の場合はもう定員以上に入れるということは可能なんですけども、も日中活動の場合、例えば定員20だったら、例えば25まで受けてるとか、まあ、当然25ポスト、20のポストだんだんと1人当たりの給付金が、つまり国家の国からね、給付金がだんだん下がっていくということがございますけれども、あの、まあ、定員を超えて、利用できるという制度になっておりますので、固定で何かというと、どうかな、はい、じゃあ、すみません、細かい数字、すみません、ちょっと、細かい資料のあれなんですけれども、今はご説明しましたのは、ある程度、各中小の事業所というのは定員というのはございます。ただし、それについて一定割合の場合にはそれを超過して受け入れることも可能であるということがございますので、そういう意味でのバッファーはある程度あろうかと思います。で、ご質問にございました、通所施設の通所系の施設のその、実際の待機者というのは正直なところ把握しておりません。ただ実際のサービスを支給決定といいますか、はじめにこのサービスを受けたいよという方がいらっしゃって、実際にじゃあサービスを受けた方はどれぐらいいるかという差は機械的には出すことはできますけれども、ただその決定を受けても実際にはまあ板垣さんの医療ですとかいろんな方がいらっしゃいますので、その差を持って待機というところまではちょっと乱暴に言えないかと思います。ちょっとご質問に直接数字でお答えできたと申し訳ないんですが、そのようなことだと思います。理想なんですけどね、静岡県って本当に隅々まで広くて山もあり海もありっていうような地域特性があるんですね。でその中でやっぱり地元にで生まれてそこに生活するっていうのが障害を持ってらっしゃる方とか知的障害の方なんか の, その幸せにつながるのであって、そこにきめ細かいサービスとかってなるとやはり膨大なお金がかかっちゃったりとかするので、例えばその、今あるどうしてもこう人口が集中するところにこう施設が集中するっていうのが理解できるものですから、そういう人口の少ないところは障害を持っているとか高齢者とか地域福祉とか、なんかこう混在型の静岡型版のこう混在施設、要はお金の出所が違うからすごくそういうのを作るのは難しいということは行政的には分かるんですけれども、人口が少ないところはこうなんか全部ができる総合施設みたいなものっぽくなってきて、なんかそこに行けば地域の中で暮らしていけるっていう、こう優しい宿員みたいなものがね、こう静岡で県主体でできないかなというのが今ちょっと思ったのですが、そうじゃないと数でこうやっていくっていうと予算もあるし、今随分国庫のお金がこれだけ出てるけれども、いつこれが切られるか分かんないというか、なくなる可能性もあった時に、でもやはり豊かな暮らしをしていきたいっていう時はことはちょっと工夫をうまくこう重なる部分をこう皆さんの知恵で作っていただいて、ハードスペースは時にはこの人たちに、時にはこの方たちに、時にはっていうようなこう、この施設はこの人たちしか使えないじゃなくて、いろんな人たちが使えるようなものっていいんですかね。はい、実は私たちも全くそのように思ってまして、私たちの身近な地域にはやはり高齢者介護保険の施設が多くございます。デイサービスを取ってみても相談をしていただき、相談事業所に特にもう、障害者が19万人というのとですので、施設がもう高齢者が圧倒的に多いというのは自分で言うぐらいです。で私たち今考えて、今年実はモデル事業が始めたんですけれども、高齢者の施設に障害者の方が利用できるようになるとかというと、例えば相談を高齢者の相談所に子どもも障害者も行けるようにする、
が居場所づくりというような感じで高齢者の施設に障害者の皆さんがデイサービスとして扱っている、そういったものができないかということで、実は今年度の富士の国型福祉サービスということで、特養などに特養特別養護老人ホーム10カ所ぐらいご協力いただきまして、モデル事業として障害者を預かっていただくと、預かっていただくときにはどんな問題があるのか、どのぐらいの単価数が必要なのか、そういったものを検証しようということで、今年度の事業を始めたということです。その検証いたしまして、また来年に向けて進めていただきます。それはこの事業と違う？違います。あ、違います。はい、ですから、例えばそういうことをうちの市でやるんだっていうふうにある市が言ってきたら、県はどういう対応になるか。OK です。実はもう富士宮市が相談事業につきましては、高齢者の施設で障害者、子ども、すべてのワンストップの相談事業を行っております。あ、すいません。すみません、遅くいたします。富士宮市の場合には、子どもさんと、あと高齢の方、それから障害のある方の相談窓口を、まず大事的な相談窓口というのを一つにまとめておりましたね。そこへ行きましたらば、一応一通りの相談窓口、その先になってきますと、各制度のやはりエキスパートがいらっしゃいますので、それぞれ対応するということにもなろうかと思いますが、少なくとも相談窓口をワンストップで、一箇所でともかく行けば、一定の量が足りるというようなことをされていらっしゃいます。それとともに、サービスという点では、現在でも国の方の制度もいろいろと変わってきておりまして、特に震災の、東北地区ではなかなかサービス、基盤が全部潰れてしまったということで、一箇所でそのような複合的なサービスができないかということがございまして、これまで以上に取り組みというのが進んできております。その中で、今の高齢の施設で障害のある方を、例えばサービスを提供する場合の基準該当という例外の措置があるんですけれども、これは市町が逆にそれをよしかとしてですね、その事業者さんに登録していただければサービスが提供できるという制度なんですね。ですので私の県は逆に今の市町さんにそういう身近なところでサービスが受けられるように、そういう基準該当という制度が活用できるように規則ですとか体制を整備していただきたいというような要請を逆に今しているところでございます。例えばうちの市で社会保障人がグループホーム作る、で3ユニットあるんだけど、2ユニットは高齢者で、1ユニットは障害者です。で自由に交流できるような、で共通スペースは共通でやりますという計画を出してきたら OK。 高齢者同士だって合わないとき合わないし、障害者同士だって合わないとき合わないし、人間だから好き嫌いますから、ね、障害者と高齢者合うと合わないと握手は合わない場合もあるわけですよね。そういう計画出てきたら今どういうふうに対応されるんですか。細かい、すみません、私もちょっと全部熟知してないんですが、一つはまず単純にそれぞれの法律で法律に基づいての指定の基準点になりますので、それを二つをガチャンコと言いますかね、一箇所でということであれば、それぞれの基準で適用するかどうかという問題になろうかと思います。それともう一つは、その今グループホームの関係でございましたけれども、これについては実はいろんなもので、その基準該当といいまして、高齢の施設のところで障害のある方の受け入れができるようにということで、徐々に解禁といいますか制緩はされているんですが、まだグループホームについて、高齢のグループホームですと、障害の方ですとケアホームぐらいですか、ある程度支援が必要な方が対象になるかと思うんですけれども、そこについてはまだ基準該当という制度ができておりませんので、もし現段階で、私ども相談を受けられたとしましたら、それぞれの基準を照らし合わせて合っているかどうかという点で判断をせざるを得なくなってくるかと思います。ただ、その
基準街灯を拡大するというのは、自治会もそうですけれども、地方から国の方にはお願いをしているということでございます。現行制度の中でやられているというのは、当然理解をするんですけれども、だから規制緩和がまだ進んでない、あるいはここまで進んでない、その規制緩和をするという判断を国がするのか、都道府県がするのか、市町村がするのか、私はそれが大事だと思うんですね。だからなるべく市町村がすることによって、柔軟な地域にあるものができる、ぜひそういう方向性を持っていただけたらと。ありがとうございます。ここで、県民評価者の皆様からご質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。質問ではないですけども、今こうした施設を作るという話を今お話を伺ってますけども、私はちょっと離れたところで障害者 の施設を作って、それが雇用に導くような施設を作りたいという話があったんだけど、近隣の人たちの反対でそれを断然な諦めざるを得なかったって話を聞いております。私たちが、私も夫も病気による一級の障害者、今現在で在宅で介護しておりますけども、障害に対する県民の皆さんというか、なんかすごい関わりたくないというような、そういう認識を持ってらっしゃる方も多いと思うんですよね。ですからこれに関係はしないと思いますけども、 県なり市町です、大事だと思いますけど、障害者に対する理解を深めていただくような、なんか PR とか発信をぜひしていただきたいと思っております。で、質問でなくてごめんなさい。はい、ありがとうございます。他に、ご意見ご質問等よろしいでしょうか。それでは、評価の方に、移りたいと思います。まず、専門委員の皆様の、評価をいただきたいと思います。選択肢は、県の関与が不要、県の関与が必要ですが見直しが必要、県の関与が必要、現行通りまたは拡充すべきという、この3つの選択肢で、ご判断をいただきたいと思います。挙手によりご判断をいただきます。障害者施設等整備費助成につきまして、県の関与は不要とご判断の方、挙手をいただきます。県の関与は必要、ただし、見直しが必要とお考えの方、1名。県の関与も必要、現行通り、または拡充すべきとお考えの方、3名。ということで、専門委員の皆様のご判断は、現行通り、拡充という、こういうご判断でございます。コメントをいただきたいと思います。さっきコメント言っちゃったんで、原稿にはしましたけども、より権限をより障害者の皆さんの近いところで、つまり自治体市長に下ろして、より総合的な街づくりとして取り組めるような体制を一歩でも進めてもらえたらなと思います。はい、どうぞ。はい、私もそうですね。やはりこれから決して減って人数的には高齢化も進めると障害を持っていくっていうことも同時に起こってくる状況が出てくると思いますので、いろいろなそのしがらみあるかもしれないけど、柔軟に地域にとって一番いい方法で、それを、市町がきちんと選択して、作っていき、県がバックアップして、国とか そのいろいろな、文言をうまくこうすり抜けて、地域にとって一番いい方法が取れるような、こう市町とのいい関係を作ってもらって、地域のためにっていうような姿勢を貫いていただければというふうに思っています。はい、たくさんね、まだやることがもう減るってことはないんだなという、そのなんか悲しくなるような事業ですよね。ですからいろんな方たちと、市町もそうですけれども、コミュニケーションたくさん取って、そして細かな意見をいただきながら、障害のある方たちに良い環境づくり、
それとまた地域の方たちに対する障害のある方たちへの理解を深めていただくように皆さんの力でいろんな工夫をさせしていただきたいと思います。事業自体の必要性は私は大変重要だと感じております。ただし先ほどの8番の地域生活支援事業との整合性を取るために、あえて見直しというところに行かせていただきました。本日は知事のお話もありましたように、事業仕分けの目的の中にその事業を知っていただくと、県民の皆さんに知っていただくという意味では、あまりにもその8番と9番の成果指標がですね、分かりにくい。当然他にやる民間のいわゆる企業ないわけなんで、自治体が担うべきしかないんですけれども、あまりにもそれにしてもですね、その成果指標の設定が分かりづらいというところで、もしこのあたりをですね、今後県民に分かりやすくということでしたら、努力の余地があると考えますので、そのあたりをご考慮いただければと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、県民評価者の皆様の判定結果について集計が出ましたので、ご報告を申し上げます。30人の評価者の方のご判断でございます。県の関与を不要とお考えの方が0、全員の方が県の関与が必要というお考えでございます。そのうち、見直しが必要という方が7名、現行または拡充が必要という方が23名ということで、県民評価者のご判断、現行、県の関与が必要、現行または拡充というこういうご判断でございます。評価者の方からご意見、評価に対する考え方とか、いただけましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。いかがでしょう。はい、どうぞ。質問というか、ちょっと訳のわからないことは言うかもしれませんが、認知症の話、今日一個出なかったんですけれども、認知症はどのように県の方が考えていらっしゃる、ちょっとお伺いしたいと思います。認知症についてセクションとして高齢なんで、大変申し訳ないんですけど、はい、ちょっと縦割りというお話出るかもわからないんですけど、カテゴリーとしては高齢者福祉というセクションで、ちょっと障害のご担当なんでお答えがぴったり合うかどうかわからないですけど、ちょっと簡単に、もしコメントができれば。難しいですか。難しいです。ご了承いただきます。他にいかがでしょう。どうぞ。じゃあ少しご意見させてください。私は鴨地区の方に住んでますけども、やはり人口的に比べれば、都市部とはすごい少ないんですけども、エリアが大変広いということで、達成率はかなりいってるというお話でしたけども、やはり地域の現状を考えると、冷たく見られ感じる部分があります。私も知ってる範囲では、鴨地区にはあるんだけれども、西伊豆の方とか南伊豆の方とか、そちらからその施設等に行くには大変距離があるということで、なるべくならこうそばで一緒に暮らしていたいで送り迎えをしたいというご家庭の方いらっしゃいますけれども、年々こう年を重ねるにつれて大変苦しいというようなことを聞いてます。達成率と進んでますけれども、ぜひそういった地区のいろいろな現状も吸い上げていただきたいということと、やはり、障害のある方が幸せになることはもちろんですけれども、それを支える保護者の方も幸せになるし、地域で雇用の場とか、それから、私の地区にもケアホームもあるんですけれども、積極的に地域と関わろうとして地域の方も幸せになると、そういう広い 目で、こう幸せになる方が増えるというようなこともこう意識して事業を進めていただけたらなというふうに思いました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。その他、県民評価者の皆様からいただいた、シートのコメント欄のご意見ですけども、議論の中にもありましたけど、今もお話いただきました地域差の格差をできるだけ少なくしてほしいと
その調整機能が県の役割ではないかと、こういう、ご意見でございます。またもう一つ、ご意見で地方署のご意見も出ましたけど、コメントの中にも、障害者が高齢になるというケースが今後想定されると、そうした中で、高齢福祉サイドとの調整といいますか、どちらがどうなるのかというような、こういうですね、調整も必要なのではないかと、分野が、異なっているということも調整、する必要があるのではないかなという、こういうご意見でございます。全体を通しますと、先ほど、石川さんからもお話がありましたが、事業仕分けというのはコストをカットすることだけが目的ではなくて、こうした事業を県民の皆さんに知っていただくと、いうことをもう一つ事業仕分けの効果なのかなというふうに思います。ただ、事業仕分けという作業ですから、効率的に効果的に、事業が実施されているのかという観点で、議論を進めざるを得ないというところもありますので、多少、厳しい視点での意見もあったかと思いますけども、そこらはご容赦をいただきたいというふうに思います。それで判定については現行拡充というご判断、専門委員も評価者もそういうご判断ですけど、ちょっと期待を込めてという、期待感もこもってというところもあるかと思いますので、例えば地域間格差にしてもニーズがあるから全部作るというのは、これは財政負担の観点から言ってもこれ不可能なことなので、ある程度客観的になぜこの地区に必要だったのか、なぜこの地区に作るのかっていう、ここを客観的に説明できるデータとか資料をもう少し準備をして説明をいただくと、全てがニーズで、ニーズがあるから作る、ニーズがあるからっていうことはなんかすごくきれいに優しく聞こえますけど、実はこの財政負担を考えるとニーズに全部応えることが難しいんだということもしっかりとご説明いただく必要があるんではないかなというふうに思います。ちょっと評価者の皆様の、ご判断が、まあ、現行ということだったので、ちょっと厳しいコメントを、付け加えさせていただきました。はい、以上をもちまして、障害者施設等の整備助成事業についての作業を終了とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ここで、15時